2019明治安田生命 J1 リーグは第11節、清水エスパルス対川崎フロンターレの一戦をお楽しみいただきます。ホームではまだ今季 J14 試合で1勝しか挙げられていない清水エスパルス、今日は王者川崎をホームに迎えてのゲームということになります。ゴールキーパーの西部です。今日のゲーム出場ということになって、これで J1 通算300試合目の出場になります。ゴールキーパーでは史上6人目ということになります。河合は J1 通算150試合目、ちょうど日米の半分になりますけれども、8年目で J1 150試合達成ということになります。さあ、それでは改めて予想フォーメーションで清水からスターティングメンバーをご覧いただきます。まあ、秋田さん、こちらは基本 4-4-2 ということになりますが、どういったところがポイントになりそうですか。まあ、川崎相手ですから、スペースと時間を与えない、それを90分間やり続けるということが重要だと思いますし、奪ってからやっぱり前線のドーグラス、北川、このスピードをやっぱ生かしたいという狙いじゃないですかね。はい、さあ、そしてアウェーの川崎ということになりますけれども、福田さん、今日はちょっと、まあ、前、小林、レアンドル、ダミアン2人舐めてくるかもしれないですね。まあ、そうですね、ここ何試合かですね、実は2トップにしてるんですよ。これ2トップにしてからですね、非常にこうチームとしてバランスよくなりましたからね。はい、非常に攻撃的には面白い口になってるなというふうに思いますね。ファン速攻からですが、谷口のヘッド、上り里から小林優、ファン速攻がつく、ファールなし。まあ、このボール上り里拾って、そしてレアンドロダミアンへ、レアンドロダミアン、ここからシュートです。まだある、うーん、足を出してコーナーに逃れました。脇坂が蹴ります。中央へ、あ、ファンサイド押し込んだ、ゴールインです。出ましたが、うまく処理ができずファーに流れて、結局ゴールイン。最後ファーで小林を押し込みましたか。小林だと思いますね。今ねちょっと西部が出たんですけど、触れない、触れなかったですね。ジュジュが触ってですね、流れたところ、小林がうまく合わせましたね。よく足伸ばしましたよ。これは入ってましたね。両サイドバックが非常に高い位置取ってますから、こうやってボールを奪えた時にはですね、サイドにスペースありますからね、清水ね。ここ本当は早く行きたいんですよね。はい、中村ドリブルで入っていきます。そして松原を使う、中3枚入っています。松原からのクロス、ドグラスヘッド、枠の右です。リフレクションあってコーナーキックになります。セカンドボール、斉藤学ぶ、斉藤を狙っていきますが、バーの上。松原から入れ替わった、北川、ナイスキーパー、チョン・ソンリョン。中村から金子フリック、これはジェジエが跳ね返していきます。レアンドロダミアンに行く、お、強い、レアンドロダミアン持っていく、中で手を上げている脇坂、1枚まだ持っていく、レアンドロダミアン、うん、ついていきました。勝田、そして、おー、きた、脇坂上げて、レアンドロダミアン、中では脇坂でした。追加点です、川崎フロンターレ。2人のところ、うまく体、相手が預けてきたところをですね、うまく利用して判定しましたよね。あとここですね、止めてから早かったですね。うん、入れる瞬間にですね、脇坂がディフェンスの裏から前にスッとポジション変えるんですね。松原から勝田へ、逆サイド、FC にそのドグラス、その奥に FC にがいます。ドグラス、オーバーヒット、ちょっとドグラスらしさ見せましたね、今ね。大島、飛び込んで、ラッド、見事なゴールになりました。大島のミドル、3点目が入りました、川崎フロンターレ。まあ、迷いなかったですね、止めた後にね、腕で止めて、利き足の右の方にね、しっかりと蹴れるところにボールを置きましたからね。
ス前に置いといてちょっとドライブしましたね。このままいけば3試合ぶりのクリーンシーズンということになりますが、さあ、おお、強烈レアンドロ・ダミアン、相手を背負ってあそこから決めました。これは強烈でしたね。立田背負ってですよね、はい、これ意図的にボールを浮かしてですね、ボレーをやっぱりイメージしてましたね。うまいですね、はい、あ、ちょっとボールが足につきませんでした。スローインは川崎ボールです。そしてここで長い笛が吹かれました。両手を突き上げましたレアンドロ・ダミアンです。自身も得点を取りました。大島の見事なミドルもありました。今季初 J1 での4得点という川崎です。